フォードフィエスタ RSWRG は、フォードが世界ラリー選手権3専用に開発した競技、専用車である。本項目では、フィエスタの競技用派生モデルについても記述する。フォーカス WRG の後継者として、新たにフィエスタ S2000 をベースに、ヨーロッパフォードと M スポーツで開発された。高い車両をバランスと優れたハンドリング性能を目指して、 低重心化と重量物の集中化が図られ、2011年からの新しいレギュレーションに合わせる形で完成した。エンジンは市販車のものをベースに開発され、低燃費と充実したトルクを実現するフォードの新世代メカニズム、イーコブストを採用する。チューニングはフォーカス WRC に引き続き、フランスのピポモチュール社が担当した。規制前のスペックは、 非公開となっているが、シトロ NDS3WRC を上回るとされる。トランスミッションは、エクストラク製6足、シーケンシャル、クラッチは、M スポーツ AP レーシング製、ブレーキは、ブレンボ製のベンチレーテッドディスク &4、ポットキャリパーを採用する。サスペンションは、リーガー製で、ストロークを拡大するため前後のダンパーは斜めに、マウントされている。2010年、 IRC にテストを兼ねて、第1戦ラリーモンテカルロに投入、ミッコヒルボネンのドライブで優勝し、同年10月、パリモーターショーで一般公開された。2011年、WRC デビュー戦の第1戦、スウェディッシュラリーで優勝を飾るとともに表彰台は、すべてフォードが独占、続く、第2戦ラリーメキシコデモニート3位を獲得。 その後も再三表彰台に上がる活躍を見せた。2012年限りでフォードがワークス活動から撤退したためフィエスタ r SWRC を使用するチームの体制はマシンとパーツ供給のみのセミワークスまたはプライベーターとなっている。2013年はティエリー・ヌービルの急成長とともにステージによってはシトロエンを上回り、 ホルクスワーゲンに迫るパフォーマンスを見せたが、これはチームが、ヌービルの要望を聞き入れて、サスペンションのセッティングを変更したことで、ハンドリングが格段に向上したことも一因である。さらに、第9戦のドイツからは、新しいサスペンションが導入された。WRC をベースに、ターボ用、エアリストリクターコミチ 34mm30mm、30 mm リアウィングもパーティカルフィンがないシンプルな形状にしたフィエスタ RSRRC がある。この車両はアークやイップク等のリージョナル選手権に出場できる仕様となっており、レギュレーションに合わせるために空力面での変更が行われるほか、RRC 仕様から6時間で WRC 仕様に変更可能なパーツキットも用意されている。また、 次世代の WRC 車両として R5 規定に準拠したフィエスタ R5 を開発2013年7月1日にホモロゲーションを取得し同月12日から開催のボヘミアラリーで実戦投入された。その他、ラリー初心者向けに設定された R2 規定に適合するフィエスタ RSR2 が WRC アカデミーなどで規定車両として使用されており、 R2 をベースにした R1 規定に適合するエントリーモデルのフィエスタ MS1 も登場している。ありがとうございます。